昨日名古屋の真ん中に出現したゴジラ。今日70年を迎えた中部電力未来タワーと深いつながりが70年前の1954年6月20日に名古屋テレビ塔として開業。 フランス・パリのエッフェル塔がモチーフの全長1 8 0ルの姿は東洋のエッフェル塔とも呼ばれました。開業当初は長蛇の列ができるほど多くの人でにぎわったほか空中結婚式も2008年には恋人の聖地にも選ばれ寒空の冬に寄り添い歩くカップルでにぎわいました。 その後耐震工人などで一時休業しましたが2020年9月にミニューアルオープン一昨年には国の重要文化財となり今日70歳を迎えましたそんなタワーとともに戦後からの時代を歩んできたのがゴジラタワーの中ではゴジラと 同級生の中部電力ミライタワーのこの70年の歴史が展示されています第一作の風切りが中部電力ミライタワー開業と同じ1954年その後モスラ対ゴジラなどの映画にたびたび登場してきましたこちらの展示を見ますと過去3回も 中部電力ミライタワーがゴジラに破壊されているというのがわかります。ゴジラと同い年で、大のファンだという70歳の男性は。中ではテレビ塔壊して、壊してくれてね、ありがたいというね。その歴史に残ったというね、ま <laughs> たどんどん壊してくれればいい、ね。今度は、次はね、中日ビルかなんか壊してくれればね。これがまた、歴史に残りますから。 映画の中で破壊することがゴジラからの間と語ります社会的な問題との関係というのがあってあ<ー>最初そういうことで出発したのがゴジラですよね<ー>70年の間にそういったその路線変更とか浮き筋があって今地に至るという会場ではゴジラと共に人生を歩んできた70代の姿が目立ちました 小学校の修学旅行でテレビ塔を来たそれ以来なんですよモンスターであるとかキングギドラとかそういうのが子供の頃見た覚えがありまして皆さんが70年の思い出に浸る中地上90メートルの展望台では QR コードを読み込むと出てきましたね スマートフォンを使って AR で名古屋とゴジラのそれぞれの70年の歴史を振り返ることができますさらに泣きましたね2016年のシン・ゴジラがここ中部電力未来タワーに現れましたよ。 その年のゴジラの鳴き声を聞くことができまた年とは違った力がありますね年によって異なるゴジラの声を聞き比べることもできます70年間という時間を共に歩んできた中部電力未来タワーとゴジラ。 特別展は9月23日までです。